おい、正気返せよ胸をあとちょっとだけ。まもなく列車通過します、ご注意ください。 LINE はマジでやめろ、ふざけんなよ。ちょっとだけだって。危ないので黄色い線の内側に下がってください。返せよ、あとちょっとだけ。下がってろ、危ねえだろ。返せ、危ねえだろ、すぐ終わるからよ。返せっつってんだろ。うう下がってください。非常止まれ、頼む、止まってくれ。お兄ちゃんたち大丈夫？はいはい。お前らなんで呼ばれたかわかるよな？はいはい。駅のホームでじゃれ合ってて線路に落ちました。お前らがとんでもないことしたの分かってんのか？すいません。なんでじゃれ合ってたのか細かいことは聞かない。ただホームから線路に落ちたっていうことがどんなことか考えたか。たまたま駅員さんがいる駅で電車を止めてくれたからよかったよ、本当によかったよ。もし無人駅だったら、電車のブレーキが間に合わなかったら、落ちたタイミングが違ってたら、お前らはここにいないんだぞ。はいはい。他にも大勢の方に迷惑がかかるんだぞ。会議で急いでる人、病院に急いでる人がいたかもしれないんだぞ。そこまで考えたか？いいえ。目先のことばかりじゃなくて、もっと周りを見て先を考えて行動してくれ。頼むから約束してくれ。わかりました。わかりました。無事でよかった。生きててよかった。